八千代緑が丘駅は千葉県八千代市緑が丘一丁目にある東洋高速鉄道東洋高速線の駅である。駅番号は TR06。計画当初の仮称は西八千代駅であった。二面四線の島式ホームを有する高架駅である。駅舎は3階建ての構造となっており、改札は2階部分に、3階高架部分にホームが設置されている。出口は1階と2階にある。 駅舎の1階、2階部分は飲食店や書店などの店舗が入居している。ホーム部分はガラス壁で覆われており、屋根は曲線を多用した構造である。改札は1カ所のみとなっており、自動改札機の他に有人通路がある。改札機はパスも導入により多用機に交換された。改札内の施設としては、改札を入場し、西船橋方面ホームした部分にトイレがある。 階段は西船橋側、東洋勝田台側の両側にあるが、各ホームとも西船橋側のみエスカレーターが設置されている。階段の間の部分にエレベーターが設置されている。また上下ホームともに4.5号車の停車位置に既存の柱を囲むような形態で待合室が設置されている。京成バラ園の最寄り駅ということで、駅構内の壁やホームの柱には、 バラの写真が掲示されている。また、毎年5月に開催される、ローズフェスティバル期間中には、バラ園提供のバラの鉢植えが、改札内に展示される。この他にも年間を通して校内に、プランターの花が提供されたり、駅前のロータリーに、バラの植え込みがあるなど、関連は深い。北口には、秀明あきや中学校、高等学校、秀明大学方面へのバス乗り場や、 タクシー乗り場が設置されているロータリーがある。東方シネマズなどがある。商業施設の公園都市プラザとは直接2階部分でつながっている。南口にはイオンモールや地を緑が丘と連絡する通路があり、直接2階から入店できるようになっている。また噴水などの飾りがある。駅前広場があり、場外コンサートなども行われる。 2010年9月2日よりエレベーター設置工事が開始され、2011年2月11日に完成した。発着列車の扱い、編集、緑が丘も山椒駅周辺には国道296号、千葉県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線、千葉県道61号船橋印在線が走り、ショッピングセンター、映画館など商業施設が近辺に広がっている。 区画整理が進められており、中高層マンションが立ち並び、開発が進んでいる。駅から8000台中央駅方面は、古くからの住宅街と新規に建築された住宅やマンションが混在する街並みが続いている。駅西側は、ゴルフセンターテニスコート、工場などとして利用されている。吉橋地区には、工場が集約する。イオンモールや地を緑ヶ丘画像は、ジャスコ時代路線バスは、 北口のロータリーに発着する。なお、公園都市通りからのバスは、南口のイオン前で校舎扱いを行ってから、ロータリーへ移動する。停留署名は、千葉レインボーバス、船橋新形成バスが、八千代緑ヶ丘駅、東洋バスが、緑ヶ丘駅である。東洋高速鉄道東洋高速線船橋、日大全駅八千代緑ヶ丘駅八千代、中央駅支鉄の統計データ。 千葉県統計年間、ありがとうございます。